おはようございます。今日は1月の12日私の誕生日です。イエーイ。ということで昨日ね前髪をちょっと切りました。もうちょっと切って、前回切った時ちょっと失敗しちゃったんだけど、今回はまあな感じで、まあこれでしばらく切らなくて済むからいい感じですね。で、朝ね髪の毛ちょっとだけ染めたってほどでもないんだけど、前使った青のヘアダイが残ってたので、少しあのコンディショナーと一緒に混ぜて塗りました。ちょっと赤みが消えたからね、いい感じだと思います。で、今日はですね、昨日あのホームセンターに行ってきて、あのニスポリーコートっていうのを買ってきたので、とカウンターチェアに塗って、多分3回ぐらいやりたいから塗って、ちょっと削って、やすってね、塗って、やすって、塗ってみたいな感じでちょっとやってこようと思ってます。ちなみに昨日、ホースも買ってきました。やっとね、家、お家に引っ越してから、IKEA に引っ越してからやっとホースを買いました。で、これも買ったので、なんか長いやつね。昨日実はここの前のところを綺麗にしてくれたんですよ、あのメキシコ人の人がね。だから物とかも全部綺麗にして、こっち側も全部カットしてくれたんですけど、このねドライブウェイがちょっと汚いから、雨降ったからね、その後でちょっと汚いので、スプレーでちょっと綺麗にしていこうと思います。先生が綺麗にしてくれています。ここの溝のところがめっちゃ綺麗になった。前なんかこのちっちゃい葉っぱみたいなのがこの上のね、ここから落ちてくるんですよ。で、切ってもらったんだけど、昨日この木とかも全部、あ、ここすごい綺麗になったんだけど、まあ、ちょっとね、落ち葉がすごい落ちて、ここにすごい溜まってて、このあそこね、あそこを見ると、ね、見えるかな、こんな感じでいっぱい溜まってたんですよ。こんな感じでね、今綺麗にしております。コートし終わりました。すっごいねツルツルになって、でもそんなツヤツヤしてないからいい感じです。もうちょっと乾くまで待たないといけないから、ね、使うまで。とりあえずこんな感じで置いてきます。はい、今日めちゃめちゃバタバタしちゃって、もうね時間が4時半になりましたね。今準備して化粧は増してたんだけど、髪の毛をちょっとやって久しぶりにストレートにしてみたので、元羽のストレートにしてみました。で、今日はこれから私誕生日なので、行きたいところがあって、誕生日ここ行きたいなーって先生に相談してたんだけど、LA で前やってたアイスクリームミュージアムっていうなんかインスタ映えするところがあって、それがね、あの LA とかサンフランシスコでもやってたんだけど、なんかもうすぐソールドアウトしちゃって売り切れちゃって、全然みんな行けなかったらしいんだけど、アリゾナのスコッツデルっていうところで開催今してて、11月からかな始まって、チケット見たら全然あったので、しかもなんかそんな高くなくて25ドルぐらいだと、これに行きたいなって言って、先生がチケット取ってくれました。ザ・アート・オブ・アイスクリーム・エクスペリエンスっていうアートギャラリーなんだけど、これから行ってこようと思います。スコッツデール着きました。久々に来たこっちの方まで、はあ、かわいい街ありました。ここみたいです。なんか LA とかサンフランシスコでやってるやつとは違うやつらしいので、多分中身も違うと思うんだけど、かわいよさそう。行ってきます。アイスもらえるらしい。アイスもらいました。
かアイスっていうかシャーベットみたいなやつだけど、小さいブルーのやつ。かわいすぎる。すごいボールプール。すごい落書き全部やばい。私と今日の写真マッチしてる部屋が、かわいすぎるんだけど見て、じゃーん、バナナ、バナナいっぱい。あそこのコーンもバナナなんて。これ多分乗って写真撮れるんだけど分かんないから乗らないでおきます。かわいい。これもキラキラアイスクリーム。ああ、そういうこと。ああ、バナナスプリットだ。バナナスプリットらしい。これがバナナで、もうこの辺がアイスとかで、これが生クリームなのかしら。バナナスプリットだ。中に埋もれて写真撮れるよってことね。あ、かわいいね。今ここで写真撮ってもらったんや。でっかいミルクシェイク、超でかい。こんぐらいの高さで、かわいすぎる全部。うん、バスケットボール、かわいい。あ、ボウリングも。アイスクリームいっぱいぶら下がってるけど、あ、これさっきの最初のところだ。なるほどね。ここの空間が一番好きだな、このバナナの。かわいい、今日の服に合ってるし。黄色好きなので。ピンクかわいいけどね。なんか黄色って元気が出るね。しかもね、なんかね、いろんなところにアイスが置いてあって。置いてあってってか、下で1個もらったでしょ。今先生食べちゃったんだけど、ここのトレーにも置いてあって、食べていいですよみたいな感じで。先生食べちゃったんだけど、全部。そう、だからなんか下でまた最後にもらえるらしくて。なんかね、結構自由な感じでうろうろできるので、いろいろ見ながら写真撮りながらうろうろしてます。アイスクリーム最初のところに戻ってきました。ちょっとここで写真撮ろうと思って。先生ポーズを決めています。ここでアイスが最後もらえるらしいので、もらって帰ろうと思います。イエーイ。さっき入り口でね、撮ってもらった写真がなんかステッカーみたいになってるか、みんなここに貼ってるみたいなので、こちらも貼ろうと思います。にしました。アイスクリームのいい、クリームのいいにしました。最初の受付のとこのシャンデリアがアイスクリームになってたの気づきませんでした。はい、ということで出てきました。終わりました。すごい楽しかったです。なんかそんなにお部屋自体は多くなかったし、多分まあ普通に見るだけだったら多分30分もかかない、10分15分くらいで終わるくらいだったんだけど、いろいろなんかすごい綺麗、後ろすごいなんかあの写真とか撮ったり、なんか遊べる感じのミュージアムだったので面白かったです。まあインスタグラムに多分みんななんか載せる系の写真を撮ってたので、先生のね可愛い写真もね撮れたので行ってよかったですね。でせっかくなんかスコッツデルのまで来たんだけど、この辺はすごいおしゃれなバーとかいろいろレストランとかいっぱいあるんだけど、もちくんのお散歩もしてないし、一回帰ってから近場でご飯でも食べに行こうと思うので、とりあえずこれからお家に帰ろうと思います。今日のバースデーディナーはテキサスロードハウスっていうお店に、レストランに来ました。カジュアルなんだけど、まあ、お腹も空いてるし全然高級じゃなくていいので、何屋さんなんだ、テキサス系だから多分ステーキとかだと思うけど、食べてこようと思います。マルグリータ頼んだらめっちゃでかいんだけど、わかるかなこのサイズ感。
先生のビールもでかいけど。ということで、乾杯。私のバースデーディナーはチキン、何チキンだっけな、カリフォルニアスタイルのグリルチキンにグリルドチキンにしました。アボカドとピコデガヨ、ピコデガロっていうのが乗ってるんだけど、あとコーンをね、サイドでコーンを食べました。ここはさっき見せたポテトスキンで、先生のすごいんだけど、もうなんか肉って感じ、リブと普通のステーキと、ベイクポテトとベイクドポテトとグリーンビーンズですね。いただきます。はい、お疲れ様でした。あの大量のマルガリータを飲んだら少しだけちょっと酔っ払ってしまったので、はあ、まあでもビールにしなくてよかったですね。ビールだったら多分気持ち悪くなってたので、ご飯も食べ過ぎちゃったけど、それでも余ってたので持って帰ってきました。いつもね、なんかレストランいっぱいくれるので全然食べきれないからいつも持って帰ってくるんだけど、でも今日はすごい一日楽しかったです。アイスクリームミュージアムに行って、で実はね、見せてなかったんですけど、先生にお誕生日プレゼントもいただいたので、まあ多分明日見せれると思うけど、どうかな、多分わかんないけど、ちょっと今年の目標になりそうなものをいただいて、素晴らしいものをいただいたので頑張らなきゃいけないんですけど、はい、今年の誕生日も毎年毎年だけどね、すごくいい思い出ができました。 Happy birthday!、はい、What? Happy birthday! 携帯もらったんだけど、Google Pixel 2 XL、マジ？私携帯いいよって言ったのに、クリスマスの時に携帯新しいのにするって言われたんだけど、まあそんなに古くもないし新しくもないけど、まだ使えるからいいよって言ったんだけど、マジ？これすっごい綺麗な iPhone X とほぼ同じくらいのスペックっていうのかな、 iPhone X よりねめちゃめちゃ綺麗なものが撮れるんだけど、先生がずっとなんか比較動画みたいなのを見てて、なんか買いたいのかなと思ってたの。先生携帯とかなんか全然気にしない方だから、何でもいいみたいな人だから、いまだに 5S 使ってるし、私もそんなに気にしてないタイプなんだけど、でもなんかこのカメラすごいいいんだよとか言ってすごいご了承してきて、なんだろうと思ってたら携帯もらっちゃいました。私なんか最近いろいろもらいすぎてて、ほんとどうしようか、皆さんどうしよう、私どうすればいいんだろうか。先生の誕生日3月なんだけど、あのプレステも誕生日と一緒ねとか言っちゃったけど、はあ、携帯をいただいちゃいます。すっごい薄い iPhone X とほぼ同じ感じなの、スクリーンだけのやつなのかな、ちょっとこれからセッティングしないといけないのでまだ使えないけど、カメラがすごいいいやつなので、なんかポートレートモードみたいなの撮れるらしいので、素敵、軽いし、先生には私の大きいやつを使ってもらおうかなということで、いただいちゃったのでこれからちょっとセッティングしようと思います。なんかすごいサプライズ満載だったんだけど、いきなりで私も今何ちょっとどう反応していいか分かんないんだけど、いただきました、ありがとうございます。はい、ということで今日のブログはこの辺で終わりにしようと思います。また明日のブログでお会いしましょう。バイバーイ。